皆さんお疲れ様です。よし、今日は男子ネーションズリーグ3週目の感想、振り返りをしてみよう。していっちゃいましょう。フィリピンのマニララウンド、まるで日本のホームのような熱狂ファンも多く、非常に盛り上がっていたようで何よりである。間違いありません。こちらに試合の概要を示す。ほいほい。結果としては、オランダ、フランス、アメリカに勝利し、カナダに敗退するような結果だ。カナダに敗れたのは痛手でしたが、その後立て直し3連勝を飾れましたね。日本代表の VNL 目標は、まず世界ランクを5位以内としていたが、フランス戦を終えて5位以内を確定したため、最終アメリカ戦は先発メンバーを変えての試合となっていた。その他、カナダ戦後に高橋藍が14名から離脱、フランス戦途中から西田が負傷もあり交代するなど、メンバー外も多かったのも特徴でしょうか。藍はフィリピンメディアの発表によると慢性的な膝の不調による離脱。西田は本人の SNS によると迷走神経の影響とのことだ。やはりかなり疲労が溜まっているところでしょうか。初戦のカナダ戦はやや守備や攻撃面でちぐはぐした点が目立ち、波に乗れずフルセットで敗れ、その後のオランダ戦では中2日明けて動きを取り戻したのか見事な完勝でストレート勝ち。次のフランスは2セット先行されるも3セット目以降取り返し大逆転勝利。互いに控えメンバー中心となったアメリカ戦は序盤は先行される展開が多いもののセット後半に追い上げストレート勝ちとなっています。今回の3週目はランク下のカナダ、オランダには勝利を目標としていたろうがカナダ戦は惜しくも敗れたが、それ以外の試合ではきちんと勝利してランクを5位以内に維持できている。この立て直しの力は素晴らしいですね。試合のスタメンをこちらに示す。ほいほい。リベロを2試合ずつ交代で出したり、ランが離脱した後は富田をベンチ入りし、石川、大塚をメインで出場させていたな。富田は交代で出場することもあるほか、大塚が足をつって交代したアメリカ戦は途中から出場しています。正直、ランが現日本代表を合わせる期間が少ないまま離脱してしまったのはちょっと痛いかもしれん。ですね。出場機会としては大塚、甲斐の出場手番が多かったため、ここがパリ五輪メンバーとしては現状の右向かもしれんな。ブランの溝知る、というところでしょうか。カナダの試合展開はこんな感じだ。字が細かいですね。この試合はカナダのエース、モンツァではランと共に主力として活躍したスティーブン・マーが非常に強力だった。カナダの強力な打線をなかなか止められなかった印象です。1セット目などは大差をつけられるも西田のサーブターンで一気に6点追い上げるなど気を吐いていたな。石川、ランの調子がなかなか上がらない中よく耐えてくれていたと思います。他にも日本が波に乗りたいタイミングでのサーブミスが目立ち、どうしても波に乗れないといった悪いスパイラルになっていたな。結果攻めるべき選手が攻められないといった事態にもつながっていましたしね。その後はフルセットにもつれ込み敗戦するも、とはいえストレート負けでもおかしくない悪い流れが続くも、なんとか守備と切り返しで粘ってフルセットまで行ったのは日本の底力を見れたような気がしたな。間違いありません。とりあえずカナダはマーをはじめとした攻撃力が非常に強かったな。切り替えていきましょう。続いてオランダ戦だ。ほいさ。このオランダ戦では、ランが外れて富田が登録されたほか、大塚がスタメン起用され、ミドルの起用面でも健太郎が入っている。そしてカナダ戦の課題をうまく克服し、きちんとストレート勝ちできていたな。ですね。1セット目は日本がだいぶ優位に進め、最後の石川のライト回りなどのビッグプレイもあり1セット先取。ところどころサーブで崩されるシーンもあったもののしっかり守備を固め、切り返して攻撃できるシーンが目立った。日本バレーのいいところが随所に見られましたね。また今回は2セット目には大塚のフェイクセット、3セット目には石川のフェイクに見せかけた2アタックで試合を決めるといった日本のお家芸とも言えるプレイも垣間見られたな。ここまでほとんど見られていなかったプレイですが下手にデータを取られないように隠していたのか、それとも色々試す中であえてしていなかったのでしょうかね。1、2セット目は途中の連続得点もありそこまで危なげなく取り、3セット目は途中まで先行される苦しい展開だったものの、スーパー西田タイムで一気に8連続得点して逆転。その後も宮浦、石川のサーブで崩して一気にこのセット取り切った形だったな。西田はいろいろな対戦国にサーブのトラウマを与えているんじゃ。前の試合で調子が良くなかった石川も徐々に上がってきたほか、先発の健太郎もブロックにクイックが要所で決まっており非常に存在感が目立ったな。ですね。続いてフランス戦の振り返りをしてみよう。よし来た。おそらくこのフランス戦はこのラウンド中いい意味で一番盛り上がったのではないだろうか。おそらく間違いないでしょう。フランスは非常に守備が良く、身長が高い日本のようなチームで、日本と対戦すると粘り合いの様相を呈してくるが、1、2セット目はフランスが日本の攻撃に対応し、なかなかブレイクを取らせてくれない苦しい展開が続いていた。
特に1セット目はブレイクレイですか。2セット目も序盤なかなか波に乗れず、途中絶頂を訴えた西田と宮浦が交代するシーンもあった。先ほど言いましたが迷走神経の影響とのことです。大事でないことを祈るばかりです。一方で2セット目の終盤は石川のギアが上がり、打数が増えてきていることも見て取れる。このあたりで関田が石川を集めに使ってみようと考えたそうですね。3セット目からは石川がギアを上げ、序盤で5連続得点、1点切られても3連続得点で一気に会場の雰囲気を日本のムードに変えてしまった。正直凄まじかったですね。1、2セット目完璧だったフランスの守備もやや乱れが見え始め、一方で日本はおせおせムードで石川、宮浦を中心に畳みかけ、3セットを一気に取ると、4セット目はシーソーゲームにこそなるも流れは日本にあり、宮浦の被ブロックが宮浦の体に当たって直接帰って得点するなど、完全に流れが日本に来ていたな。フランスもセッターのトニウッチとグリガールを入れ替えたり、アタッカーを入れ替えなどで打開しようとしてましたが、なかなか難しかったですね。終盤までややリードされていたものの終盤一気に得点し、4セット目を連取。最終第5セット目はまたも石川のサーブで一気に突き放すと、宮浦のサーブでさらに突き放し体勢を決めてしまった。アタックを切り返してからの石川の2アタックは強烈でしたね。あんなタイミングで2なんて打つと誰も思わんからブロックにつけないよな。ですね。この試合においては大逆転勝利を収めたわけだが、それには劣勢だった場面で石川が流れを変えるゲームチェンジャーの役割を果たし、宮浦らがそれに応えて続き、日本自慢のトータルディフェンスでそれを支えるといったこの打開力とチームの組織力がうまく噛み合っての勝利だったと思う。個人がいくら強くとも組織力が劣ればそれが機能しないですし、組織力がいくらあってもゲームチェンジャーがいないと劣勢を打開できず自利品になりがちですね。そういった意味では今の日本は世界一とも言われる守備力を軸にした組織力、そして石川、西田、宮浦をはじめとしたこの力で打開できるゲームチェンジャーも多く携えており、チームとしては非常に理想的なのではないだろうか。誰かが不調でもチームとしてあまり大崩れせず、互いにカバーし補完し合えていますね。とこんな感じでフランスに熱狂の大逆転勝利を収めた。おめでとうございます。また余談だが、この後の時間に女子のファイナルラウンド準決勝が行われており、女子日本代表がブラジルに 3-2 で勝利し決勝進出をするという日本バレー史に残る熱戦の日となったな。女子日本は大会初のメダル獲得となりました。こちらもおめでたいですね。最後に、昨日行われた強敵、スロベニア戦だな。はいはい。日本はフランス戦終了時点で目標の世界ランク5以上を確定させ、アメリカもファイナル出場は叶わないことが決まっていたため、この試合は両チームとも控えメンバー中心の選出となっていたな。特にラリー、復活は数少ない先発出場機会となりました。また、大塚がゲーム途中で足をつるアクシデントもあり、富田と変わっていたな。昨日のフルセットのフランス戦を守備面で大いに働いており、その反動が来てしまったのかもしれません。試合内容自体は、いずれのセットも最初アメリカに先行されるも、後半になるにつれて追い上げて逆転していくような展開だったな。特にサーブで崩すシーンが多かったですね。また、今回は復活セッターで最後まで交代せずに行ったが、1、2周目はやや不安視されていたが今回は配球含め非常に良いトス回しになっていたと思う。センターのラリーのクイックなども非常によく効いていましたね。そして1セット目は特にサーブポイントが6点という、日本の武器の一つであるサーブでぶん殴る手法がかなりうまくいっており、目立ったサーブミスも見られなかったな。カイア・ミヤウラの強心臓サーブは相変わらず健在でした。特に3セット目は途中まで先行されていたのにもかかわらず、終盤スーパーミヤウラタイムで一挙7得点で試合を決めており、その破格さに思わず笑ってしまったからな。サーブ3連続取った時にはブラン監督も思わず笑ってましたからね。宮浦はアメリカ側がたまらず2枚替えで正セッターのクリステンソンを入れたにもかかわらず、全く仕事させずにサーブで終わらす鬼畜ぶりを見せたからな。これにはブランも思わずにっこり。まあこの試合はある意味消化試合の位置づけではあるものの、普段なかなか試合の機会に恵まれないメンバーにとっては格好のアピールの場になったと思う。正直代表のスタメンと遜色ないレベルの組織力でアメリカに対し相対できていたしな。それだけ代表メンバーに組織力が浸透してきているのでしょう。ということでフィリピンラウンドの振り返りだった。お疲れ様です。現在のランキングとしては、日本が暫定的に2位まで来ているな。2位にまで行ったんですか。まだこの編集地点でスロベニアとセルビアの試合が控えていて、今のスロベニアがセルビアに負けることはほぼないのであくまで一時的なランキングであるがな。それでも一時的とはいえ世界2位に位置しているとは。また、ネーションズリーグの順位は編集地点でスロベニア戦がまだで確定ではないが、日本は4位通過となることは確定し、ファイナルラウンドではカナダとの試合になりそうだ。
第3ラウンドで敗れているカナダと再び相対する形ですね。ここは1試合目の反省を生かし全力で勝ちに行ってほしい。間違いありません。また、スロベニアがセルビアに勝てば1位通過、敗れた場合は2位通過となるため、カナダとの対決に勝利した場合準決勝で当たるチームがどっちになるかにも注目が集まる。日本は五輪でのメダルのため、このネーションズリーグファイナルで世界大会の決勝の舞台を最大の目標としており、そのためにも重要な位置づけとなります。まあこの動画が上がる頃にはわかっているであろう。めたい発言。また、パリ五輪出場国もこちらのように確定となった。ほうほう。最後までもつれた1枠はセルビアが勝ち取った形だな。おめでとうございます。パリ五輪予選プールの組み合わせ抽選は6月26日水25時から行われるため、こちらの組み合わせもどうなるかドキドキするな。女子の抽選はすでに終わっていますね。とはいえネーションズリーグが終わったら1ヶ月後にはもうパリ五輪が始まってしまう過密日程でもある。今回離脱したアイアス町で交代した西田などの調子も可能な限り万全にし、短期決戦となる五輪本番へに臨んでほしい。なんとかなることを祈りましょう。そして最終メンバー選出がどうなるかにも注目していきたいところですね。ということで今回はここまでにしよう。お疲れ様です。ぜひとも、チャンネル登録、高評価、通知の ON もよろしくお願いいたします。概要欄に Twitter も載せていますので、どうぞフォローしてやってください。それではここいらで動画を終わろう。ご視聴ありがとうございました。